今日はですね、上級会員、飛行機のよくマイレージの上級会員ってありますけど、これをやっぱり持つメリットは何なのかということで、まあ、ホームページを見れば、一応そのサービスの一覧はあるんですが、まあ、私も実際に、まあ、利用していて、上級会員の、まあ、メリットの、まあ、順番というか、特に恩恵を受けているなというのを感じている部分っていうのを少し、お話をする時間にしたいと思います。まあ、ANA だと ANA マイレージクラブ、JAL だと JAL マイレージバンクという、まあ、マイレージプログラムがありますが、まあ、一定の回数乗ると、一定の回数、一定のポイント、これによって、まあ、上級会員というのがありますが、よく言われるところで言うと、まあ、5万ポイントという一つの、まあ、指標があって、国内線だと、1マイル、2ポイント、国際線ですと1マイル、1ポイントというのが、まあ、原則になって、まあ、路線によって 1.5 っていうのもありますけど、そのあたりちょっとまあ、ホームページ等でも見ることができるんですが、まあ、ANA ですと5万ポイントを超えると初めてラウンジが使える。JAL もまあ、5万ポイント、もしくは、50回、で、まあ、一定のポイントがあれば、JAL もそこのラウンジを入る資格を得ることができるんですが、まあ、ANA だとプラチナ、JAL だとサファイアという資格がありますが、で、まあ、これもまた追って、別の回でやりたいと思ってますが、それ一回の取ってしまうと、あと専用のクレジットカード、ANA だとスーパーフライヤーズカード、JAL だと JAL グローバルクラブカード。まあ、これを持てば、ラウンジに入ったりとか、最低限の上級会員の資格をずっとまあ維持できるものがあるんですが、皆さん今、まあ、よくマイル修行するとかね、それを目指しているんですが、実際に上級会員をこれから目指そうと思われている方に関して、何がじゃあ本当に取るといいのかということで考えますと、まずね、これ、今日はね、順番で言うと、1、2、3、4、5、6、6つの、まあ、ちょっと1位から6位を出してみたいと思いますが、1位はもうこれはダントツでラウンジです。これは出発前、いわゆる保安検査場を通過した後に、飲み物が飲める。空港によってはまあ軽い軽食があるケースもありますが、まあ、一般的にはソフトドリンク、アルコール類がまあ無料で飲める。それからあと電源があって、パソコンを広げて、まあ仕事をすることができたり、ソファーでゆっくり、まあ談笑したり、まあするという、まあ、昔は雑誌なんか置いてあったんですけど、今はまあデジタルのコンテンツになってますけど、で、まあ、Wi-Fi なので早く着いても、まあ、ゆったり出発までの時間を過ごすことができる。これがやっぱり一番の魅力だと思います。やっぱりこれ、早く空港着いた時に、もうゆっくりできるという、なんか気を休めるというか、まあ、リラックスできるという、もう本当にその場所であって、これはまずね、上級会員になって一番良かったなというところがありますので、もし機会がありましたら、まず上級会員のお友達を見つけて、一度同伴は1名、上級会員になると、ラウンジに一緒に行くことができるケースが多いですので、まあ、連れてってもらって、まずちょっとそれを感じてもらいながら、していただくのがいいのかなということ。まずラウンジが1位になります。で、2位としては、優先の保安検査場ですね。優先の保安検査場と、あと優先チェックインカウンター。いわゆる、中に入るまでのところですね。まずこの優先のチェックインカウンターっていうと、まあビジネスクラスないし、まあその上級会員専用のところがありますので、これがエコノミークラスとか一般席使うときでもそこは使えますので、そうすると行列の時間が短くなる。いわゆるじゃあ何が違うかっていうと、国際線なんか特にそうなんですけど、空港に向かう時間が、やっぱり僕もそうですけど、ステータスを持っていない、上級会員のステータスを持ってないんだったら、この2時間前に行くとか、でも上級会員だったら30分遅くても大丈夫だよなっていう。これは明らかにやっぱり、家を出る時間が30分ぐらい変わるなと、特に国際線では感じてます。まあ国内線はね、まあすでに、自動化されてたり部分も多いので、そういう方でもないんですが、やっぱ家を出る時間が遅くなるってことと、あとはその優先の保安検査場があるということで、今ちょっと一部羽田止まってたりコロナでありますけど、使えるとなると、そのチェックインも優先、保安検査も優先なので、中に入ってからさっきあったラウンジでゆっくりしたり、まあ免税品見たり、まあ別にラウンジじゃなくても、じゃあどっか食事したりとか、レストランとか、その保安検査後ですね、という、その、
時間を有効に使える、並ぶという時間が短くなるということのメリット、そういった意味で時間を有効に使えるというところでの無駄な時間がないっていう、やっぱりメリットが2番目であるのかなというふうに思います。そして3番目はこの荷物の優先の引き渡しですね。必ずそのプライオリティと言われる、優先ですっていうタグが荷物につきます。もしくは、荷物のあの細長い、シールに印字されてます。でそうすると、他の人よりも早く荷物が引き渡されるので、まあ、特に、海外から日本戻ってきた時もそうですし、あと、日本の国内線でもそうですけど、例えばモノレールとか、電車の時間が1本早くなるとか、バスの時間が1本早くなるとか、まあ、そういったような形で、明らかに短縮、されるということがありますし、荷物のターンテーブル、いつ出てくるかなっていうよりは、もう荷物が動き出せばそこで、早い段階で、荷物が引き取れるということがわかるので、そこもまあ効率的で、非常にいいですし、まあね、やっぱり荷物預けるか預けないか迷った時でも、まあ、それなりに早く出てくるってことがわかるから逆に預けたりっていう、まあそういったこともありますので、これもあの、まあ時間短縮につながるということで、上級会員になってよかったなっていうのもあります。あと、航空会社によっては、荷物のその預ける量も、1個多く大丈夫ですとか、10キロプラスしますとかっていうのもありますので、まあそういったところもあるのかなというのがあります。で、4つ目は優先搭乗です。で、これは別に早く乗るという一番最初、もしくはまあ2番目のグループ、まあ、上級会員でもまたダイヤモンドとか、そういうステータス、さらに最上級会員っていうのもありますけど、まあ1番目か2番目のグループで乗ることができますと。で、これはあの、荷物がないときは別にそれほど恩恵は僕はないと思ってるんですけど、荷物があってその機内持ち込みですね、特にシートの上に、荷物を乗せたいとき、やっぱりその最近、荷物のその乗せる場所の争奪戦というか、自分の席の上が埋まっちゃって他の座席とか、あと客室乗務員に探してもらわなければいけないというケースっていうのはよくあるので、そういったときに確実に、空いている段階で乗れるので、荷物もゆっくり上に上げることができますし、まあそういったメリットもあるというのも、これもやっぱり上級会員になってよかったなっていうのがあります。あとは5番目は、まあマイルが多くつく、ボーナスマイルがつくので、これはまあ単純にマイルが増えますよっていう、まあ意味があるということで、まあメリットがあるのと。あと最近 ANA や JAL なんかでよくあるのが、座席指定において、その、上級会員の人がまあログインをした状況と、そうでない方がログインをして、飛行機のシートマップみたいな座席指定の画面で、自分の希望の席っていうのを指定できるようになってますけど、明らかに違うんですよね。その上級会員にしか表示されない席があったりとか、一般の人は本来空いてるはずなのに、上級会員のそのシートマップで空いてるのに、一般の人はその、できないっていう。やっぱりその、座席指定ができる範囲、もちろん早いもの順で決まるんですが、ただ、比較的やっぱり上級会員になると、まあ窓側とか前方のところを残しておくとか、あとまあ前方のところは上級会員しかその一定の時まではできないようにするとか、様々なことで、実はそういう見えない形で座席の、選び方っていうのも、変わってきます。これはもう国内線、国際線両方ありますし、よく僕も海外出張行くと仲間と見ると、やっぱり上級会員では一般会員の人と、あ、ここ指定できるよって、全然表示されないとか、やっぱりそういったのが実際ありますので、そういったところも含めて、メリットがあるかなと思います。で、こういった形でいくと、年に本当に数回でも乗るんであれば、やっぱりその、さっき言った ANA JAL は1回5万ポイントを超えて専用のクレジットカードをすれば、今お話ししたサービスは基本的に全て受けられます。ですので、そういった意味でよくマイル修行、ポイント修行、まあよくあるタレントの方がテレビの番組で、バラエティで上級会員の道みたいなのもやってますけど、でも今の日本のこの制度はなかなか海外では、普通は毎年更新しなければいけないんですが、日本の場合は一回取っちゃえば、一応そのボーナスマイル部分のある程度の部分は、年会費を払う限りは継続できるし、ただまあ最上級のダイヤモンドは毎年更新しないといけないっていうのがありますけど、ただ普通の方から考えればその、上級カードだけ持ってれば、まあ今日は紹介しませんけど、例えば空席待ちの優先とか、そういったのも、ありますので、まあそういったものの様々なサービスを活用する上で、飛行機旅をより楽しくするためには、どっかの都市で一度、
そのマイル修行っていうのはやってもいいのではないかなということで、今日は締めさせていただきます。どうもありがとうございました。